スタントのサリー・シナモンです。今日はリトルナイトメアの2回目のゲーム実況をやっていきたいと思います。前回までの、ゲームをやってきての、ざっくりとしたこう疑問点とかいくつかピックアップしてみたいと思います。まず冒頭の黄色い子が見ていたであろう夢悪夢の中に出てきた日本人形というか着物を着た女性は何者なのかっていうこと、あの女性に似たようなこけしみたいなのがちょっと途中に出てきたりとかもしたので、あとは時々出てくるとんがり帽子の小人の存在ですね。私がいちいちビビってしまう小人なんですけど、あの子たちはどういう存在なのか、そして至る所に小さい子供がいたりとか、保育施設みたいな遊び場があったりベッドがあったりとか、脱走者を見張るようなこう目の存在、目の光で子供が固まってしまうみたいな監視体制みたいなのも敷かれていて、どういうところなんだろうかと。この黄色い子が登っていった布が窓から垂れていたんですけど、垂れていた布で誰かが逃げ出したっていうことですよね。逃げ出すような施設なのかっていうことですよね。やっぱりパンをくれた子供は敵なのか味方なのか、どんな背景があるのか、ちょっと考えながらやっていくと面白いかなと思っています。で、子供を利用して何か企んでいる悪の組織なのかどうか、一緒に見届けていきましょう。それでは今日もよろしく。さて、前回ここで終わったんですけれど、おそらくこうシャワー室ね。で、私考えてたんだけど、どうやら多分こっちにね、なんかあるんじゃないかなって思うんですよ。こう会っちゃいけないって言ってたこのロープね、これ何か意味があるんじゃないかってね思ったりして、もうここはちょっと現場検証していきましょうね。どうしようかな。できるだけもう攻略サイトなど見ないでね、進めていきたいところではありますよね。なんかもっとヒントあるかと思ってました。この間ここまで持ってきたんだけどな。そんでここ登れたな今。ひょっとして向こう全く関係なかった。だとしたら時間のロスをしましたね。まあそれもまたよし。怖っ怖っ怖っ。おお、もういい加減慣れたかと思ったけど、ああもうちょっと音鳴るだけで鳥肌すごい。ああ全然こっちでしたね。ああランプあったランプあった、よかった。ロープ全然関係なかった。うん、次だ。でこれはよし、こっちできた。いいよ、よしよし、これ上に、よし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 。はあ、なんだこれ。機械がありますけど、あれこっちが先？いや、こっちが先。天気の罠があるぞ。
これどうやって解決すんのこれ。よしよしよし。ほんで R に、よしよしよし。あー絶妙。飛んで R に。てみたいな感じだったら全然怖くないもんね。これなんで登れないんだろう。よしよしよし、いけた。んでこれを、えっ、やだ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 、あーごめんなさい。こっから、こっから、はー、話が違うよ。なんで増えてんの、ヒルが。こんなのさっきまでいなかったじゃん。これはひどいよ。こんなことすんの、意地が悪い。鳥肌がすごい。さっきよりさ、これお分かりになりますか。さっきよりね、暗くなってる。果たしてこれ私クリアできるんだろうか。全然見えないもん。勢いで行くしかないよね。お、無理。絶望している。あ、全然行けないわ。嘘でしょ、早く気づけばよかった。何しろもっと早く気づいておくべきだったよね、こっちに来られるということにね。バカ、マジバカ。あ、揺れてる。あー情けない。あー波乗って、やめて、逃げて逃げて逃げて、逃げられた。すごっ、いけるもんですね、諦めない心。よしよしよし、よかった。ああ危ない危ない、落ちる落ちる落ちる。これびっくりした。えん。あ、ダメだ。うすうす感づいてたけど、空間認識能力が終わってるわ私。な、バカバカバカ。
誘われた。新しい場所に来ましたけど、階段が長い。ちょっと千と千尋の神隠しチェックな感じがありますね。なんかちょっと親近感湧いてきたぞよっ、あー無理だ、これだな。変わり種ペットみたいなの好きなんだよね。わかる人いるかな。なんかこう空間を上手に使う感じの。こっちじゃないか。こっちか。よっ。ほんでほんでこっち。よしよし。じゃダメか。待てよ、ここにもう登れそうなのがあるじゃないの。これやないか。ズボン、え、干してるだけだよね。びっくりした。ほんで結局どこに行けばいいのかな。あ、飲めないか。普通に行けるじゃん。鍵、あ、鍵を探せ。あ、鍵あったじゃんさっきテーブルの上に。あ、そういうことか。でもどう考えてもこの部屋にぴったりの背の高さの方はこのベッド寝れないよね。足はみ出ちゃうよ絶対。んでちょいちょいと、これです。よし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 。あ、落としちゃうんだな。持って頑張れ頑張れ。この子にとっちゃ鍵も、あれ、ああ鍵が大きいのかこの子が小さいのか。でもどうなんだろうね。よしよしよし。カメがいる。テン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 ってなるやつだねこれ。シャン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 ってなるやつだね。投げる。どうやって投げるんだろう。お、あ、よしよし。ボタンか。このお猿さんをまたお借りして、投げてみる。あ、よかった。
全然関係ない。あ、ネズミがいるね。ネズミ。咳込んでる。どうした、大丈夫か。ああ。どうした、どうした。やつですからね、これ。さて、よしよしよし、ちょっと様子見ます。え、やばい、やばい、怖すぎて泣きそう。子供出荷してるってこと？やば、もう見える。鼻が効くんだ。
気が狂ってる。生産してるだけじゃなくて、よそからも連れてきてるってこと？今日はここでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。